は、ボッソボソ。味がほぼお湯。どうした、ベンデリン。いえ。スープのおかわりならないぞ。あの、エーリヒ兄さんは？さっき、お魚を取りに行くって出て行きましたよ。うちがそれなりの貴族？何の冗談だい？だって、昨日はこう、きらびやかなパーティーで。そりゃそうさ、招待客の前でケチな姿を見せるわけにはいかないからね。いくらうちが貧乏でも。貧乏？ま、貴族のプライドってやつかな。もちろん結婚式のための特別メニューだよ。今日からはまた黒パンと薄味スープの日々だ。そんな。でも貧乏とはいえ貴族、クルト兄さん、エーリヒ兄さん、その次の三男なら少しくらいの恩恵はもらえるんじゃ。あ、狩りはどうでした、ヘルムート兄さん。ダメだ、全然取れなかった。ヘルムート兄さん、じゃあ俺は。やっぱり難しいな、ホロホロ町は。パウル兄さんもダメでしたか。パウル兄さん、うまかったよな、結婚式で食ったホロホロ町。丸々一羽食べてましたもんね、ヘルマン兄さん。ヘルマン兄さん、式といえばバルターやカールたちいませんでしたね。仕方ないだろう、兄弟とはいえ。兄弟忘れたの？ベルにとっては腹違いのお兄さんになるかな。バルター兄さんにカール兄さん、つまり俺は